ヘルマン・ミューラーはドイツの政治家、ドイツ社会民主党所属、1920年及び1928年から1930年までバイマル共和国首相を2回務めた。その第二次内閣が正常な議員内閣制によるバイマル共和国最後の内閣とみなされている。その他外務大臣を務め、1919年のベルサイユ条約にドイツ側全権として署名している。 シャンパン工場主の息子として、マンハイムに生まれるが、父は16歳の時に死去した。マンハイムとドレスデンの学校を卒業した後、フランクフルトで小取引の修行をし、フランクフルトやブレスラウで働く。1899年から1906年まで、ゲルニツ国民新聞の編集員として働く。1902年に結婚し3年後に、娘が生まれるが、その直後に妻は死去した。 1893年にドイツ社会民主党に入党。1903年にゲルリッツ市議会議員に選出される。1906年にアウグスト・ベイベル党首の指名で党代表部に選出され、党広報部担当委員、党独自の通信者設立に尽力した。1908年に市議会議員を辞して帝国議会選挙に出馬するが、階級選挙制の壁もあり落選。 1916年に初当選した。第一次世界大戦は支持する立場だった。ドイツ革命で、バイマル共和制が成立すると、労働者、兵士委員会の委員となり、後政権会議,議員となる。1919 19年1月、オットー・ベルスと共に当首に選出される。同年2月に、シャイデマン内閣が成立するまで、人民代表中央委員会委員を務めた。1920年から、 国会議員、シャイデマン内閣に続く、バウアー内閣に外相として入閣。1919年6月28日、国内の根強い反対を押し切って、ドイツ全権代表として、ベルサイユ条約に調印した。バウアー内閣が退陣すると、首相として第一次、ミュラー内閣を組閣するが、総選挙で、連立政権は議席を減らし、3ヶ月で退陣。この在任中、 フランクフルトに進駐していたフランス軍のセネガル兵について述べた国会演説で人種差別主義者という批判を受けた第2次ミュラー内閣1928年総選挙の結果を受けて再度首相に指名され社会民主党とドイツ人民党中央党などの大連立による第2次ミュラー内閣を組閣大連立のおかげで割合安定した 議会運営が可能となり、この内閣は、バイマル共和政下で最長の在任期間を記録することになる。しかし在任中の1929年に起きた、世界大恐慌の煽りで、ドイツ中に失業者が溢れるようになり、その対策に連立内閣で定めた、失業保険政策が、党の承認を得られず、1930年3月に退陣した。 この内閣の大臣をもって正常な議員内閣制が機能しなくなり、バイマル共和制は崩壊に向け歩み始めたと評価されている。退任から1年後の1931年3月、胆の手術に失敗して死去した、ベルリンの社会主義者墓地に葬られた。ありがとうございます。